今回ご紹介する昭和美人は女優の熊谷真美さん1960年3月10日生まれ出身東京都身長160センチ血液型 AB 型実前は女優の松田美幸議定は俳優の松田優作老いは松田龍平松田翔太名は歌手でタレントの松田祐樹の芸能一族 直近では、名の松田祐紀と、フジテレビのバラエティ番組、ポカポカに出演しました。1978年、塚公平構成演出のロックオペラ、サロメのオーディションに合格し、芸能界入りします。同年、千葉真一主演のテレビドラマ、十字路第二部の第三話、南国高知編、結婚しない男と結婚しない女でドラマデビュー。1979年、 俺たちの公共学でスクイーンデビュー。1979年度前期の NHK 連続テレビ小説、マーーちゃんで主演し、翌年のベランドール賞新人賞を受賞します。1980年、劇作家の塚公平と結婚しますが、1982年に離婚。2012年には18歳年下の書道家、中澤キ水と再婚し、話題になりました。 2020年に夫の故郷である浜松に転居。コロナの緊急事態宣言を機に東京にいる意味を考えるようになり、東京は仕事の場所、浜松は生活の場所と考えたら、それはそれでメリハリのある生活が送れるんじゃないかなと引っ越しを決めたそうです。しかし、2021年3月25日に中澤と離婚。突然別れたいと告げられたのだとか。 自宅近所などに友達が何人もできていたそうで、離婚後も浜松市をとても気に入っており、そのまま在住し、仕事の際は上京する生活を続けています。最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは昭和の美人たちを紹介しています。よろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。